ません、新人バンドでよろしくお願いします。ヒロさんもかっこいいよ。かっこいい。くねくね。今日僕時計持ってますからね、あの後のバンドがね、これね遅れたら何言われるか分からない。時計時計そんなんしてる間に時間だった。そうなんですよ。まだ大丈夫、7時やから。あ、そうなん、そうなんですよ。やっぱりね、あの世の中はね、気遣いっちゅうもん大事やからね。自分だけ良かったらええ。昔やってた曲っていうかね、今日来て、あの、アゲちゃんとかね、もうちとか来てくれてるから出はんねんけど、あとで一人で僕ら全然なんですか。全然もんなんです。昔やった曲をね、ちょっとあんまり採用されるかったのかな、なんか分からんけど、あんまやってへん曲でちょっと嫌がられた。嫌がられた。中古曲、中古曲、中古？セカンドハンド曲ね。
寂しい終わり方。乗ってるようで寂しい。乗ってるようで寂しい。人生はこうでしょ。人生はマイナーや。最後はマイナーや。最後は。いやね、お後は寂しいようで。桜井君がね、レッド・ゼッペリンもね、昔4枚目か5枚目のアルバムで、なんか1曲なんかね、やってましたね、サンデーね。僕その時何枚知らなかったんけど、やっぱり素晴らしいな。今俺なんてもう23、24年ぐらいやって、ええな。ジミー・ペイジすごいよ。その時リクエストした曲です。Listen, listen. Yasashi no bara wa shio kaze.委ねる私は
でこのバンドがねどうなるかわからないですけど、まあ、今日もなんかアケテちゃんがねあの昔なんとか二条ね高校の時作った曲やってくださいとか言って、やっぱりねあのボーカルの人がバーッとこう声が出るとこうやりたい曲がやっぱ出てくるんだよな。もうこれからアケテちゃんのバンドになりそうです。もう 30曲ぐらいあるらしいから、まあ、いいじゃないですかそれもね。Switch Thank you.
昔から得意な曲やったんですかね。あ、そうですか。全然ジミー・グリフの曲ですよね。初めて歌ってるから。なんかジミー・グリフの曲歌います。昔で言うたら、中曽根美希の川は流れる、うわー、古みたいな感じの曲ちゃうかな。ジャマイカで言うたらちゃうかな。知らないけど、メニーレバストクロス、
なあるんだ。めぐちそうやろ。僕もあのちゃんと終わりますから。ちゃんと終わる申してるで。怒られた。懐かしいな。もっと言うて。早くね。さあ、いろいろ下げて終わります。
ありがとう。大ちゃんありがとう。大ちゃんありがとう。やばいな。